上下動が欲しいかなと思いました。あ、絵の動きとか、そう、はい、絵の動きとか絵の形そのものは、はい、なんか結構そんな悪くないですか、いいのに、うんうん、はい、上下動がないのがもったいなかったですね、あれ。あ、でじゃあ上下動って何かっていうと、はい、別に上下動が必要っていうんじゃなくて、人間の形を見た時に一番高いのってこの時なんです、今書いてるこの、はい、が足がまっすぐ伸びてるので、うんうんうん、結局全体の高さがマックスになるはずですよね、これ。はい、まあ、この人のほぼ身長、まあ、前傾姿勢ですけど、ほぼ身長と同じ分が今来てるこの絵のはずですよね。なんでこの時が一番高さマックスですね。はいはい、で次足を開いてるこの絵が高さが、まあ、一応最小ってことと一番低い状態になります。はい、でなんでかっていうと、これが普通に立ってる人で足をこう曲げたら同じ人でも高さが減るわけですよ、こうやって。はい、この分だけだから、うん、そういう意味では足を開けば開くほど、足を開けば開くほど、はい、だんだん高さが減ってくってことですよね。はい、だからガニ股じゃない、大股であればあるほど上下動がつき、はい、逆に小股であればあるほど上下動がつかないと、はい、いうことで、上下動どのぐらいつけたらいいんですかっていう質問がですね結構あるんですけれど、はい、あの足を開いた分っていうのが正解ですね、そういう意味では。うんうんうん、同じ足である必要があるわけです、この足がここに来てるはずなんで、うんうんうん、そうするとおのずと上下動が それに従う分つくと。で上半身の長さはほぼほぼ変わらないはずですよね、うん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 、なのでまあ、 アニメーター的に言うとこう当ててですね、ちゃんと取って上半身合わせてみたいなことすれば、はい、まあ、それになるんです結局、うんうんうん、で足の長さも一応こう、じゃあここ可動ポイントだというふうに考えて、はい、今言ったようにこう当てて書けば、はい、足の長さもある程度キープできるんで、はい、なんか走りの動画で、はい、なんか頭半分上下動があると大きいから8分の3ぐらいだよっておっしゃってるの見たんですけどそれも場合によるってことです。あ、なるほど、そう開き具合によるんですね。そうだし開き具合だし走りだとスピードによるかな、はい、いやあでもどうかな、あのね結構、はい、ジョギングだとあんまりつかないかな、どうかな、どうだろう、いやかな、うん、あそうかもしれない、やっぱりね、あの陸上選手はとかすごい足速いと、はい、つくかなって気がしますよね、結構上下動。あとね、アニメ的嘘ってのもちょっとあって、あ、はい、現実としてはそのぐらい、要するに足の開き具合とか、はい、その陸上選手みたいにこうすごいスピードで走ってる分の上下動みたいなね、はい、つくんですけど、それをリアルにそう書くのか、ちょっとデフォルメして、はい、要するにみんなアニメっていうのは見慣れてて、はい、なんとなく例えばですけど、こうアニメの絵、この画面の中で、うんうん、ローリングっていうんですけど、はい、こうやって人がいて、でここにこういう矢印書いておくんですよ、まあ、拡大すると、はい、こういう、うんうんうん、こういうの。でここで、中割り1234みたいな点点点点とかね、はい、でこれただここでいるだけなんですよ。でこれが、うんうんうん、この分だけ右に左にちょっとこう揺れながら動いてねと、はい、うんうんうん、でこれでこう背景こういうふうにこうね、はい、これ引き PG 引きとかね、うんうんうん、っていうふうにすればこれで歩ってる人っていうことになるわけですよ、はい、で手を一応こう開いて閉じてをこうここでループで作っておいて、はい、でなるほど、はい、でこれがリアルに考えたらこのぐらい上下動してなきゃいけないものなのかもしれないわけですよ。だけどこれだとずいぶんひょこひょこしてんなみたいになっちゃうわけですよ。いや、そうですよね、ちょっとそう、うん、じゃあこんなもんにしとこうか画面の中でみたいな、はい、ああ、なるほど。それものんびりと歩いてる時だったらそんなに上下動つけないし、急いで小走りじゃないけど少し、はい、急いで近づこうとしてる人だったら
そんなに上下動なかったら、なんか焦ってるように見えないじゃないですか。見えないですね。っていうようなのが演出なんですよ。同じ素材なんだけど、上下動をいっぱいつけるのかちっちゃいのかとか、はい、同じ素材なんだけど、ね、そのまあ処理の仕方っていうのかな、それが処理ですね。はい、撮影さんにどのあの比率で上下動させますか、どのぐらいのこの背景がゆっくりなのか速いかによってやっぱり歩いてるスピードも変わって見えるし、はい、それで、それが要するに演出処理と呼ばれるものですね。それ次第で、はい、そういうのが全部ちぐはぐだったり変だったりすると、なんか見ててなんか変だなっていう違和感が残ると。でそれが同じ素材なのにスピードとかそのローリングの幅が適切だったりすると、なんか感情移入して、ああなんかいいシーンだなって、別に思わないんですけど、見てる人が普通に見れるっていう、見てる人が普通に楽しいっていうのはそういうことですよね。なんか特に気にならないっていう。いや、このあのローリングの引きスピードはすごい絶妙でしたねなんていう感想を言うアニメの、ね、人いないよね。うん、そう、そう、それはそういうお仕事してる人って分かんないですよね。そうですね。とか自分で自主アニメやったことある人とかね。なんで、まあなんでちょっと上下動欲しかったねっていうことです。はい、わかりました。このぐらいないと、そう、なるほど、適切なほどないとちょっと不自然に見えるということですね。はい、あとこれがちょっとね、やっぱり蹴り足が、はい、もっとつかないと、こういう、そう、はい、これだとね前傾に見えないんですよ。うん、ちょうど重心が、はい、合っちゃってますね、はい、これ重心が合っちゃってるんで、蹴り足を後ろにすればするほど、はい、その分、前傾になります。ちょっと前傾が 弱いです、これ。でも残酷なことにっていうか、アニメって結構動いて見えるんですよ、はい、これが前に進んでたらまあまあ見えます。ただ厳密に言うと、なんか元気ないなとか、なんかちょっととぼとぼしてるなとか、なんかちょっと変だなとか、ちょっと硬いなみたいな動きに見えちゃうとすれば、やっぱ関節の可動域がちょっとやっぱ硬いっていうか、ちょっと下にしちゃってるんですよ。そうすると動きがちょっと硬いっていう風に見えると。でこの肩とか腰の可動域がちゃんとこうねじれがしっかりあると、これ自体がこうしっかりこう軸が動いてるんですね。それが下だとここから動いてることになっちゃうと歩幅がちっちゃくなります。という感じです。なんか質問ありますでしょうか。ちょっと関係ない質問にはなるんですけど、はい、室井さんのおすすめの原画集とかってありますか。はい、そうですね、やっぱ、今売ってるかどうか分かんないけど、はい、電脳コイルじゃないですか、はい、一冊って。もう一回言ってください。電脳コイル。あ、電脳コイル、はい、分かりました。ちょっと売ってんのかな今、高いじゃないですか、はい、どうなんだろう。いや、アマゾンにあったと思います。マジですか。そこまで高くなかったと思うので見てみます。じゃあ再販されてるのかな、だといいですね。はい、はい、かなと思います。 OK です、はい、ではお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。